中国雲南省通海圏に設置されている、東電行為は犯罪であることを警告する、看板電気窃盗とは、電気を目的物とした窃盗のこと、東電とも言う、電気の容態が他の財物とは大きく異なるため、過去にその犯罪の成否をめぐって激しい論争が繰り広げられた。窃盗罪は、窃盗の目的物が、ものすなわち、有体物であることを想定している。 しかし、電気は窃盗罪が想定する有体物ではなく、法的に無体物という分類となり、電気窃盗は窃盗の中で特殊な様態である。日本の電気窃盗の法的歴史、編集日本では、まず判例によって電気に対する窃盗が認められ、その後条文上で明記されるという流れをたどった。1880年に大乗官布告で発表された、 休憩法は、ものではない電気の窃盗を想定していなかった。そのため、電力会社に電気代を支払わずに勝手に電力を使用する行為について、それが窃盗に当たるかどうかについて論争された。1901年に、後に東京電灯に吸収される横浜共同電灯会社が契約に定められた以上の電力を使用したとして利用者を告訴した。 一審で有罪判決を受けた被告は控訴したがその際に電気は有体物ではないと主張した。休憩法において窃盗は具体的な財物をかすめ取る行為と規定されていたがこの主張によってそもそも電気とは物か物にあらざるかという当時最先端の科学命題が法廷で争われることとなった。控訴審では証人として呼ばれた東京帝国大学の 物理学教授、田中立愛吉がエーテル理論に基づいて、電気はエーテルの振動現象であり、物質ではないと証言したために被告に無罪の判決が下された。このままでは事業に致命的な影響を受けてしまうことを懸念し、原告は直ちに上告した。大審院はこの問題をどう取り扱うかに苦慮したが、 最終的に電気は接触すると感電して痺れるから存在することが分かり、電流系、電圧系、電力系により管理できるため、可動性と管理可能性を持っているとされ、窃盗罪が成立すると判断して1903年に被告に逆転有罪の判決を下した。その後、1907年に施行された刑法は245条に、この章の罪については、電気は 財物とみなすと明確な規定が置かれ、電気の窃盗は犯罪行為であるとする方法で、立法的解決が図られた。法的な問題点、編集この刑法245条によって、電気窃盗に関しては、それが窃盗に当たるということが明らかとなった。しかし、他の無体物は窃盗の対象になるのかならないのか、という問題が残された。学説には、有体物説と、 管理可能性説の二つがある。有体物説は、刑法245条の規定は、限定的な規定であり、電気についてのみ刑法は、有体物と考えると宣言したにとどまる。他の無体物は、窃盗の目的物とはならないとする。管理可能性説は、刑法245条の規定は、注意的で例示的な規定であり、管理可能である限り、無体物も、 窃盗の対象となるとする。近年における電気窃盗事例、編集1990年代半ば頃から、携帯電話など、こまめな充電を要する携帯機器の急速な発展と、普及に伴い、公共の場などで、業務用に設置しているコンセントを勝手に利用して、充電を行う行為が多発している。列車、バスの座席や、飲食店や、 イートインコーナー等の客席上に設置しているコンセントのように利用者が自由に利用することを前提としているのであれば当電にはならないが清掃用や自動販売機トイレの便座等のサービス機器への給電用など業務用のコンセントは利用者が自由に利用することを前提としているものではなくこれらを施設管理者の許可なく利用した場合は当電となるこうした 電気窃盗行為は設置されているコンセントの本来の使用目的である清掃機器や照明機器の電源など機器の円滑な作動を阻害して業務に支障をきたしかねない。また、金銭的な被害も発生する。一回の窃盗では小さな被害金額であっても駅のような多数の人が行き交う場所の多くのコンセントでこのような窃盗行為が頻繁に行われると 大きな被害金額となり得る。また、消費電力の超過による電気事故の危険性もある。そのため、施設によっては、コンセント部分に絶縁テープや警告文を書いた貼り紙などを貼って使用できないようにしたり、窃盗できそうな場所に設置されているコンセントを配線から外し、後を目くらぶ蓋で封じて使用不可能にするなどの対策を講じる施設も出てきている。 このような窃盗事案を警察が摘発した場合、多くは被害額が微小であるとして微罪処分として処理するケースが多いが、場合によっては逮捕や書類送検され裁判で有罪判決が下されたケースも存在する。実際2010年には大阪で料金滞納で電気を止められた男がアパートの共用コンセントから自室に電気を引き込み2円50銭相当の 電気を盗んだとして、大阪地裁は、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡している。また、このような近年の窃盗事例を鑑み、近年は、コンセント部分に取り付け可能な東電防止用のカバーを開発して販売する企業も出現している。インドにおいては東電は深刻な問題である。総発電量の30から40%が消え、 電力料金の回収率は40%以下であるという。こういった東電事例はフィリピンや中国、ね、また頻繁に停電があるところでは停電中に施設河川を勝手に設置するケースまで聞かれるが、この中にはいい加減な河川がショートして火を吹いたり、接続作業中に関連する事故も後を絶たない。停電中には正規の河川が金属泥棒に遭うケースもあり、 地域内の電力事情悪化を招いている。概要項、日本における電気窃盗の法的歴史。ありがとうございます。